どうも皆様こんにちはこんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら？本日も、ファンダム様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで、今回はどのレベルなのかしら？今回ご紹介するのは、レベル988、ザ・フィールド。です。このレベルはテイルズレベルになります。物語形式でレベルの情報が進んでいきます。というわけで、ここはどんなレベルなのか、早速見ていきましょう。まずはレベル988の基本情報です。レベル988にサバイバル難易度等の情報は割り当てられていません。あと今回の情報は、ファンダム様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。ザ・フィールズ。移行状態。森と都市、農場と山の間にある空白の空間。何もない、すべてを超えた私服。田園風景はどこまで続くのだろう？それは誰も知らない。目が覚めた。無限の田園風景に取り残される。どうやってここに来たの？知らないんだろうな。空は平凡な青色で、白い雲が無秩序に散らばっている。茂みや植物の群れがランダムに拡散している。人の気配がするのは、トンネルだけ。あなたには選択肢がない。トンネルに近づく。トンネル。内側から見ると、もっと大きく見えると思えないか？落書きが放置されたセメントの壁、汚水で覆われた床、そしてその先の暗闇を観察する。手招きしている。あなたはそれ以上迷うことなく、暗がりに入っていく。あなたは暗闇の中を歩き続ける。何も見えない。ある曲がり角を過ぎると、光が見えてくる。トンネルの先にある光。その中を、逃げ場を求めて走り抜けるんだ。しかし、また現場にいる。常緑の草原、雲一つない空、そして鉄塔の列がパッと目に飛び込んでくる。なぜ終わらないのだろう？と自分に問う。でも、誰も答えてくれない。あなたはフィールドを進み続ける。何かおかしい。そう、トンネルが消えたのだ。送電線に従う。1時間ほど追跡したところで終了し、自分が今、果てしない草原に取り残されていることに気づく。あなたは今、迷子だ。失われ、忘れ去られた。自分がどの方向に進んでいるのかわからない。何時間経ったのかわからない。ただ一つわかっているのは、暗くなる前に避難場所を探さなければいけないということだ。神様が時々、影から守ってくれるのは嬉しいことだ。家だ。荒れ果てた小さな家。唯一の避難所。中に入ろう。家の形は変に見えるだろうが、これが一番いいんだ。キッチンには食材があるが、疲れていて本格的な料理はできない。2階の隔離された寝室に荷物を置き、眠りにつく。外の優しい山音で目を覚ます。一瞬、懐かしい故郷に戻ったと思っただろう。そして、ザ・バックルームズの恐怖は、まさに悪夢だった。あなたは窓の外を見る。すごく霧がかかっている。開花に降りて、空き家で朝食をとる。シンプルなオムレツと爽やかなジュースのセットだ。やる気満々でリュックサックを背負って、外に出る。自分の命を救い、快適な滞在を与えてくれたシェルターに感謝しながら、別れを告げる。もう二度と見ることはないだろう。新たな放浪があなたを待っているからだ。水平線に人影が見える。